私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。去年から計画していた海外旅行、毎月コツコツ貯金して、仲のいいママ友と一緒に行く予定だったんだよね。だけど、それをどこから聞きつけたのか。海外いいね。私も海外旅行一緒に行く。ちなみに場所はどこなの？ハワイ？ドバイ？韓国？海外旅行って、もしかして私たちが計画していた海外旅行のことを言ってるの？一緒には行かないよ。どうしてそうやって仲間外れにするのよ。私のことが気に食わないのはいいけど、仲間外れは違うんじゃない？私たちはいい大人なんだから、子供みたいなことやめてよ。そういうことじゃなくて、私実は海外旅行って初めてなんだよね。英語とか喋れないし、なんかチップとかいろいろあるでしょ。まあそういうの難しそうだから、全部誰かやってくれないかなって思ってたの。だからちょうどよかった。ちょうどよかったって、私たちを通訳代わりに使うつもり？そういうわけではないけど、なるみさんたちよく海外に行ってるじゃない。私たちはそんな頻繁に海外には行ってないよ。特別英語ができるってわけじゃないし、今は携帯のアプリとかでどうとでもなるでしょ。そんなの嫌だよ。何かあった時怖いもん。私の友達が言ってたんだけど、チップを払わなかったらホテルの清掃もしてくれなかったらしいよ。そういう話もたまに聞くけど、でも携帯で検索すれば今の時代何でもわかるんだから。そういうのめんどくさいから無理。とにかく私たちはなるみさんと一緒に行く。なるみさんたちがいれば心強いもん。期待しているところ申し訳ないんだけど、私たち海外旅行行かないことにしたんだ。はあ？私を仲間外れにしたいからって旅行まで普通キャンセルする？そんなに私のことが嫌いなの？嫌いとかじゃなくて、私の状況を忘れてない？なるみさんの状況？お金持ちで別にお金に苦労してる感じないじゃない。イケメンの、しかも社長である旦那さんとも結婚したわけだし。もしかして旦那さんの会社倒産したの？そうじゃなくて、私今お腹の中に赤ちゃんがいるの。それが何？それが何って、お腹の中に赤ちゃんがいる状態で海外旅行なんて行けるわけないでしょ。何かあった時に対応できないし。海外で産んじゃえばいいじゃん。ちょっと気になったんだけど、海外で産んだらどうなるのかな？もしかして海外国籍になっちゃったり。頭の中ハッピー野郎かよ。え？そんな不安な状態で子供を産めるわけないでしょ。主治医の先生もいないし、言葉も通じないんだよ。何それ、子供がいるから海外には行かないってこと？そういうこと。去年から頑張って積み立てしてたんだけど、出産終わって落ち着いてからになったんだ。だからまだ積み立ては続けてるよ。もっと豪華な海外旅行にしようかなって。何それ、迷惑。あなたの迷惑なんて知らないわよ。私の迷惑じゃなくて、一緒に行くママ友が迷惑だって言ってんのよ。あなたのことだから、どうせ仲がいいゆりさんとひまわりさん家族と一緒に行くんでしょ。そうだけど、なおさら迷惑じゃない。相手は楽しみにして去年からずっと積立金を集めてたんでしょ。それなのにあなたの勝手で海外旅行キャンセルだなんて。こればっかりは仕方ないから、だから言ったんだよ。私抜きで行ってきてもいいよって。だけど二人ともそれは嫌だって言うから。なるみさんがそういう空気を作ったんじゃないの？仲間外れにされたくないから遠回しに行くなって言ったんでしょ。なるみさん頭がいいからそういうことしそうだもんね。じゃああなたが説得してきなさいよ。私はちゃんと言ったんだけど、あの二人が絶対に嫌だって言うんだもん。わかった、私があなたの代わりに言ってあげる。海外旅行に？そういうこと。あんまりこういうこと直接は言いたくないんだけど、お金は大丈夫なの？いつも金欠だって騒いでいるじゃない。確かにお金が特別あるわけじゃないけど、貧乏ってわけでもないのよ。私はただ節約が大好きなだけ。あなたのは節約って言わなくて、ただの迷惑って言うんだけどね。私のどこが迷惑なのよ。お財布を忘れたとか言ってご馳走してもらおうとしたり、子供を盾にして少しぐらいお金出してくれないとか言ってきたり、他にもいろいろと話を聞いてるんだよ。私なるみさんにお金を貸してなんて言ったこと一回もないんだけど。今のところはね。だけどあなたの評判を聞いてたからこそ一緒に出かけたりしてないの。
何があっても私たちは絶対にお金を出さないからね。今回の海外旅行は一緒に行きたいって言ってるだけじゃない？じゃあお金はもちろん自分で出せるんだよね。私たちは去年から積み立てしてたからよかったけど、涼子さんは一括で出せるの？そこで提案があるの。これを考えた私は多分天才ね。この私の天才的発明、いいえ、発想を聞きなさい。嫌な予感しかしないんだけど。私があなたのお金で行くの。ほら変なこと言い出したよ。違うわよ、最後まで話を聞きなさい。あなたのお金で私が行って1年かけて返済するの。つまり私は積立金を今からなるみさんに払っていくってこと。これってすごくいいアイディアじゃない？なるみさんはみんなに気を使わなくて済むし、ゆりさんたちは旅行に行ける。そして私も旅行に行けるし、お金は分割で払えばいい。こんな最高の提案はないわよ。どこまでもあなたにとって都合がいい提案だね。あなた目ついてる？立派な目が2つありますけど。じゃあ文章読める？なるみさんは気を使わなくて済む、ゆりさんたちも旅行に行ける。どう考えてもウィンウィンじゃない？一つずつ分かりやすく説明してあげるね。まず一つ目に、私のお金であなたが旅行に行くっていうのが意味わからない。これは私のお金だし、あなたのために積み立て金を払っていたわけじゃない。だからそれは返すってば。返ってくるかもわからないのに大金を渡せるわけないでしょ。それから次、気を使わなくて済むとか言うけど、ゆりたちは本当に私と行きたいって思ってくれてるの。次の理由にもつながるけど、あなたと旅行に行ってもゆりたちは楽しまないよ。そんなのやってみないとわかんないでしょ。意外と私と行った方が楽しかったとかになるかも。あー、なるみさん寂しいんだ。自分が仲間外れにされるのが嫌なんだね。やっぱり自分で言うのもなんだけど、あの二人は私のこと大好きだからね。はい。旅行ってさ、どこに行くかとかじゃなくて誰と行くかが大事だと思ってるんだ。あの二人は私と行きたい、だからいつでもいいから行きましょうって言ってくれたの。あなたが誘ったところで二人がなびくとは思えないけどね。二人とも絶対行くに決まってる。ひまわりさんとか特に食べ物が好きでしょ。海外で美味しいもの一緒に食べようって言ったら絶対行ってくれるもん。それなら誘ってみれば。それでもし本当に二人が行くって言うならお金貸してあげるよ。分割で返してもらうけどね。今言ったわね。スクショも撮ったからやっぱりダメでしたとかはなしだからね。どうぞどうぞ、二人に相談してきてください。その時はしっかりとお金現金で渡すから。どんだけ自分が好かれてるって思ってるのか知らないけど、海外に行けると思ってたのに急に行けなくなったあの二人の気持ちを考えたらわかるわ。気まずくてあなたに気を使っているだけでしょうから、私がちゃんと言ってきてあげる。それじゃ連絡待っててね。ゆりとひまわりとりょうこのライン。こんにちは。実は二人に相談があるんだけど。お断りします。なんだか嫌な予感がします。まだ私何も言ってないじゃない。去年からお断りします。だからまだ何も言ってない。去年から積立金を集めて海外旅行に行くって計画してたのよね。確かにそうですけど、それがどうかしたんですか？なるみさんの体にありがたくもう一つの生命が宿ったわけで。はい、とても喜ばしいことです。だけどそのせいで海外旅行に行けなくなっちゃったんでしょ。どこに行くつもりだったかは知らないけど、美味しい食べ物、たくさんの思い出、それから風景、海外旅行に行きたかったわよね。なるみさんが行かないのであれば意味がありません。私の娘もなるみさんやなるみさんのお子さんが来ないなら楽しくないと言っていますし。うちの子も同じ感じだな。海外旅行よりも近くの公園で遊んでた方が楽しいっていうくらいだし。そうじゃなくて、子供だけじゃなくて大人も楽しみにしてたでしょ。あなたたちや旦那さんとかね。それでなるみさんから提案があったの。私が代わりに行ってくれないかって。あなたがなるみさんの代わりになるわけないじゃないですか。あなたはただ偶然たまたまなるみさんと同じホモサピエンスに生まれただけで、その他は全部違います。そこまで言わなくてもいいじゃない。まあちょっとゆりの話は極端ですけど、なるみさんが行かないなら私たちも行きません。どうして？私たちはなるみさんと一緒に美味しいものを食べて景色を見たいんです。
海外旅行に行ければいいというわけじゃないんですよ。でもなるみさんがお願いしてきたのよ。なるみさんはそんなこと言いませんよ。私たちが行かないと分かっていますから。確かにそんな提案なるみさんがするはずないよね。何よ、何なのよあんたたち。それではお帰りください。お金が貯まったらいつか一緒に行きましょうね。きー、なるみと涼子のラインね、ダメだったでしょ。もういいわ、あんたたちとは絶対に行かない。だから普通にお金貸してよ。やばいこと言い始めたな。私だって別にあんたたちと旅行に行きたいわけじゃないし、家族旅行に行きたいだけだし。最初からそういえばまだ可愛かったのかもしれないね。まあもちろん1円も貸す気はないんだけど。あなたの代わりに海外旅行に行くからお金貸してって言ってんの。今月から積立金って形であんたに払うから。会社のお金を横領したのがバレたのか。そりゃ金欠だよね。え？海外旅行とか本当はどうでもよくてお金が欲しかったんだね。ちょっとなるみさん何言ってんのよ。会社のお金を横領して訴えられそうになってるんだ。使った分のお金を返してくれれば大ごとにしないって言われてるんだね。会社も優しさのつもりかもしれないけど、こういうのはしっかりと訴えないとダメだよ。なるみさんちょっと待って。旦那さんにバレないようにするためにお金を必死にかき集めてるんだね。まあそれも無駄な努力だったわけなんだけど。ちょっと待ってば。止めるべきは私じゃないと思うよ。ゆりたちがあなたの旦那さんに連絡してるからね。マジ？何勝手なことしてんのよ。ゆりさんやめて。ゆりとひまわりとりょうこのライン。ふふふふ。楽しそうに鼻歌なんか歌っちゃって。ストップストップ、旦那に連絡ストップ。残念ながら今先ほどちょうど連絡が取れました。しっかりとお話ししておきましたので安心してください。会社のお金のことなんで知ってんのよ。なるみさんが知ってるのもおかしいけど、あんたたちが知ってるのもおかしい。もしかして会社が何か大々的に発表しちゃった？そんなイメージ悪くなることするはずないのに、他のママさんたちも知ってるの？心配しなくても、知っているのは私たちだけですよ。もしかしてあんたたち3人の誰かがうちの会社とつながりあるの？まあある意味つながりがあるといえばあるのかもです。はっきり言いなさいよ。私はなるみさんのことが大好きなんです。はい、なるみさんのことが大好きで大好きで大好きで、ストーカーになり果てました。その結果なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なので涼子さんのことや会社での横領のことも全部知ってるんですよ。会社もまだ大々的に発表してないのに、なんで？あなたの携帯の中身、会社での会話、パソコンの中身、全部知っているんですよ。そんな特大ネタ、私が逃すわけないじゃないですか。お願いします。旦那には言わないでください。ごまかしてください。もうさっき伝えちゃいましたよ。半信半疑だったみたいですけど、多分これからバレるでしょうね。お金を集めて会社に返せばどうにかなるのよ。もちろん会社は辞めることになるけど、せめて旦那の耳には入らないように。お金を貸してくれる人はいないので返金は無理でしょうね。大丈夫、あともう少しでお金が。ご両親のことを当てにしているんでしょうが無理です。え、なんでそのことまで？だってご両親に本当の理由を話しましたから。いや、旦那さんが怪我をして入院する、その間のお金が必要だって言ったんですよね。ご両親は優しく了承してくれたみたいですけど、本当の理由を知って怒ってましたよ。絶対に1円も貸さないって。両親の連絡先まで知ってんの？私に逃げ場はないの？楽な方へ楽な方へ逃げるからそういうことになるんですよ。真面目にコツコツと働いていればよかったのに。どんなにお金に目がくらんでも会社のお金を横領するのはいただけませんね。あんなことしなきゃよかった。絶対バレないと思ってたのに。悪いことはいつかバレるものですよ。そしてなるみさんに迷惑をかけ、ゆりに見つかったんですからもうおしまいです。そうね、私はいろんな意味で終わったわ。何を言っているんですか？まだ始まってもいないのに。どういう意味？会社は辞めるし、両親からも縁を切られるだろうし、離婚の話も出る。これのどこが終わってないっていうのよ。
裏の施設に連れて行かれて、怖いお仕置きが始まって初めてスタートなので。お仕置き？そうですね。あなたは海外に行きたがっていたので、体のパーツをいろんな人に分けてあげましょう。例えば、目玉、髪の毛、それから皮膚、内臓などなど。臓器移植ってこと？そんな可愛らしいものじゃないと思いますよ。もちろん、命は奪わない程度ですけど、麻酔はほとんど使いません。そんなの、生きてられるわけないでしょ。なので、生きていられるギリギリを攻めて、やばそうな時は、少しだけ麻酔を使ってあげますよ。あなたの内臓や髪の毛は海外に行って、人の役に立つんです。よかったですね。何もよくない。ちなみに、一度で終わりじゃありませんよ。皮膚や髪の毛、血液などは生きている限り何回でも再生できますから。これがユリで言うところの終身刑ですね。そんなのあの世に行くよりもきついじゃない。物分かりが良くて助かりました。それではお迎えに行きますので待っていてください。来るな来るな化け物死神。確かに来るな。その後、涼子さんの初めての海外旅行は嫌な形で叶っちゃった。もちろん彼女本人が言ったわけじゃないんだけどね。あの LINE の後、旦那さんは涼子さんの横領の話を聞いて大激怒。その後離婚になって、お子さんと一緒に引っ越ししていった。涼子さんのご両親はお金を出してくれることはなく縁を切ったんだってさ。あと彼女に待ち受けているのはユリのお迎えだけ。そしてそのまま裏の施設に連れて行かれて、必要最低限だけ残された状態でバラバラに。あ、もちろん命は助かってるよ。そして彼女の体の一部だった者たちは海外や日本、いろんなところで活躍してるはず。こんな初めての海外旅行は絶対に嫌だけどね。子供が生まれて落ち着いたら、またゆっくりみんなで旅行に行きたいな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。